って。パパ、いらっしゃいです。どうしたの、キリト君。夜に女の子の部屋に来るなんて非常識なんじゃないの。キリトさん、こんばんは。もしかしてスペシャルゲスト。まあゲストには間違いないわね。別に何かあったわけじゃないよ。女の子で集まって話をしてるだけ。パパも一緒にお話ししましょうよ。そうですよ。遠慮なんてしないで、キリトさんもどうぞ。悪いことなんてないない。みんなで一緒に盛り上がろうよ。そうね、とりあえずここにいる全員分の飲み物とつまみを買ってきてよ。あ、私飲み物はお茶系ね。私です。真っ暗で何も見えなかったもので。あ、ゆいちゃんか。あごめんキリト。それにしても、何なのよこれ。真っ暗なせいか、ちょっと肌寒く感じるね。あ、よかった。明かりがついたみたい。何だったんだろうね、今の。脅かさないでよ。障害か、ありえるね。キリトが入ったことで定員オーバー。
なんてことはないわよね。装備を元に戻しましょうよ。私の方もだ。ちゃんと装備した状態のままよ。外の様子も気になるけど、こんな格好じゃ出ていけないし。とりあえずどうしよう。でも、確かに。キリト君、みんなと一緒にここにいて。今キリト君が言った通り、何が起こるかわからないから、このまま一緒にいた方がいいと思うの。それに、こんな時だからこそ一緒にいてほしいし。まあ、私もアスナに賛成。このままで少し様子を見た方がいいわね。ですね。そのキリトさんがいてくれた方が安心できます。一大臣みたいだしね。ジロジロ見ないんであればここにいてもらった方がいいわ。うん、キリト君、一緒にいようよ。パパ、私もこの症状に関しては詳しいことがわかりません。もう少し何か情報がつかめるまではここでおとなしくしていましょう。アスナさん、いるか？クライン？はい、みんないますよ。それこそ一大事だから。これ以上の厄介事は起こさない方がいいわね。まあ、下手に何かをしない方がいいってことで。みんなどこに行っちまったんだ。おい、アスナさん、キリト、待ってても復旧しないわね。あ、おせめ切れちゃった。やっぱキリトが来た時につまみを買ってきてもらえばよかったわね。別にいいじゃない。私たちが深刻になったって問題が解決するわけじゃないし。
おせんべいまだあるよ。ちゃんと粉を引くところから作ったんだから。おお、さすが一流シェフ。お茶受けのおせんべい一つにもこのこだわりよ。こんな時によくお風呂とか言ってられるの。こんな時だからですよ。私今晩お風呂まだだったし、こんな格好してると気になっちゃって。うん、いいよ、自由に使って。私もお風呂入りたいです。一緒に入っていいですか？もちろんいいよ。一緒に入ろう。よかったね、ゆいちゃん。シリカちゃんに迷惑かけないようにね。はーい。じゃあ行こう、ゆいちゃん。それにしても、このおかしな現象が部屋の中で起こってよかったね。特に女性はね、そういった意味では不幸中の幸いだったのかも。シリカさん、私が洗ってあげます。ですよ。ママにも褒められるほどうまいんですから。そんな、くすぐったいよ。よーし、あたしもゆいちゃんを笑っちゃうんだから。キリト、なんか変な妄想とかしてるんじゃないでしょうね。シリカ、ユイちゃん、気をつけて。キリトが覗きに行ったわよ。やだ、ダメです、キリトさん。一緒に入りましょう。だって一緒に入ってきたら。それにしてもあれからは特に変わったことないね。例えば？それはちょっと問題だね。いいお湯でした。アスナさん、ありがとうございました。さっぱりしました。あ、おかえり。どうしよう、私も入ってきちゃおうかな。って、シリカちゃん、装備、普通の装備に戻ってる。してそれからゆいちゃんとお風呂で洗いっこして、上がってから装備をし直して。
ちょっと、それじゃない？お風呂で洗い…じゃなくて、装備のし直しってことよね。確かにさっき、それは試さなかった。ちょっと、私も試してくる。簡単な方法で治ってよかったじゃない。うん、ほんと大変だったわね。一時はどうなることかと思ったけど、リズはそんなに困ってなかったじゃない。そんなことないけど、みんなが集まってたおかげでかなり落ち着けたのは事実ね。おお、キリト、みんなここにいたのか。クライン、探してたんだぜ。どこにいたんだよ。まあいいや。それよりさっき騒動があったの知ってるか？一部のプレイヤーの装備表示がおかしくなるっていう不具合が発生してよ。装備の表示が？幸い俺は何ともなかったけど、お前らは問題なかったか？装備をつけ直せばいいだけだって聞いたからよ。もしお前らがそうなってたらと思って知らせに行ったんだけど、そしたら誰もいねえんだもんよ。相当に焦ったぜ。まったく。まあ、なんともなかったならそれでいいんだが。ん？どうしたんだ、微妙な顔してよ。いきなりなんだよ。クライン、何か飲みなさいよ。このライムジュースでいい？私が注いであげる。待てよ、どういう風の吹き回しだよ。気持ち悪いぜ。そうだ、おつまみがないわよね。私が何か作ってきてあげる。ハスナさん、手伝います。それじゃあ、私は出来上がったものをどんどん運んできます。私は肩叩きしてあげます。おい、なんだよ、みんなして。さては俺に何かする気だろう。みんな正真正銘真心よ。だから満喫しておきなさい。多分今日だけだから。わけわかんねえよ。I'll never stop looking for Uncle Ben's killer. Oh shit. Oh god.